だから俺たちは海釣りをやめた。あれはとある旅で起きた出来事。俺は釣り好きで、よく県外遠征に行っていた。高速で4、5時間かけて見知らぬ土地へ行き、地元じゃ釣れない大きさや、地元には生息していない魚が釣れた時の感動がたまらない。おっさんみたいな趣味してるが、まだくちくちの23歳だ。遠征を共にするメンバーはいつも固定だ。常にルアーを投げ続け、確実に魚を釣るど根性を持つ系と、抜群の釣りセンスと情報量で巧みにターゲットを取る系。そしてセンスもなく根性もない運転手の俺だ。そんな俺たちは去年の秋に海での釣りをやめた。今はもっぱらイワナやヤマメ、ブラックバスやライオなんかがターゲットだ。海釣りに飽きたのか？いやいやそんなことはない。実を言えば今すぐ海に行きたい。釣れたてのアオリイカを刺身にして食べたい。だがもうそんなことは叶わないだろう。一体何が起きたのか。2020年9月、俺らにとって最強最悪の出来事。その釣り遠征が企画されたのは2ヶ月前の2020年7月のことだった。ケイト T がアオリイカを釣るエギングという釣り動画を YouTube で見たらしく、アオリイカを釣りに行こう、という話に。俺もつい1週間前に寿司屋で初めてアオリイカを食べた直後で、俺も乗り気になった。そこから毎週のように集まっては行き先やエギングについて調べていた。ああでもないこうでもない。白熱した打ち合わせは毎夜0時を回る。場所は伏せるが、日本海のとある場所へ行くことに、ルートや宿泊先を決め、高速代や宿泊費なんかを計算し、俺らはウッキウキ。出発日まで仕事が手につかなかったのは俺だけではないだろう。いよいよ出発の日。朝5時に集合し、目的地へと車を走らせた。移動時間は6時間を超えた。道中はどんちゃん騒ぎで、釣り具屋に寄ったり飯を食ったり。夕方18時頃から21時頃まで釣りをし、何も釣れず、移動の疲れもあってか早々にギブアップ。先頭に入り車中泊でご就寝。翌朝は2時に起きて釣り場へ。まあそんな感じで3泊4日を過ごす予定だった。あの出来事が起きたのは3日目の夜のことだった。2日目にアオリイカをそれぞれ10杯以上釣り上げた俺たちは、ほぼ満足して次回のための釣り場探しをしていた。漁港はもちろんのこと、磯にも行った。夕方17時頃、だんだん日が落ちてきているが最後の場所チェックで磯へ。かなり険しい道のりだった。まず磯へ降りるための山道がきつい。かなりの傾斜でぬかるんでる。普通、釣り場となる磯にはロープが張ってあったり踏み鳴らされて、道っぽいものができているものだが、ここにはそれがない。最初は未開の地だ、と盛り上がっていたが、徐々に不安になってきた。未開の地というか、釣れないから人が入ってないだけぜ。とか、あまりにも危険だから入っちゃダメなんぜ。とか、磯へ降りた後もかなりきつかった。滑りはしないんだが岩から岩へ飛び移らなければならない場所や、鋭く切り立った岩があったりとかで、ヒーヒー言いながら先へ先へと進んだ。磯の先端にやっとの思いでたどり着くと、水深もあり潮の流れもあり、明らかに釣れそうなポイントへとたどり着いた。あたりぜん、とハイテンションで竿を出す俺ら。そこから1、2時間、釣り堀かと思うくらい、アオリイカやイナダ、カッコ、ブリの小さいの、が釣れた。だが問題はここから。ただでさえ危ない磯なのに、夢中になりすぎたせいか日が沈んでいた。幸いヘッドライトも懐中電灯もあるし、もう少し釣りして落ち着いてゆっくり帰ることに。そこから夜になり釣れなくなったため、切り上げようとした。その時だった。チリーン、チリーンと、何やら綺麗な風鈴のような音色が聞こえてきた。綺麗な音色とはいえ、不気味だ。全員ヘッドライトをつけようとしたが、つかない。懐中電灯も、スマホも、うんともすんとも言わない。それどころか、波の音も聞こえない。何これ？震えた声で T が言う。俺も K も、何も答えられない。今この状況が何なのか、何が起きているのか、何もわからないのだから、あたりは真っ暗。漁港でもない磯だから街灯なんてもんはない。遠くに見える漁港の明かりと、山道を照らす街灯しか見えない。眼下では波が行ったり来たりしているはずなのに、完全に無音。自らの心臓の音まで聞こえそうな静けさ。うわ、
K が急に大きな声を上げた。どうした？大丈夫か？数秒間の沈黙の後、びっくりした？ K のにやけ声が聞こえてきた。なんだよもう、ビビりはしたが、場を和ませてくれた K に感謝。波の音が聞こえない。ライトもつかない。足場も悪い。どうやってこの状況を打破すればいいのか、俺らには何の策もなかった。霊的なものなのか、俺らが同時に頭おかしくなったのか、自分で言うのもあれだが、俺らは決してバカではない。いや、やってることはいつもバカなんだが、知能指数的にバカではない。とにかく冷静に、打開策を練った。現状、足元が見えないから一歩も動くな。テンプレ的にビビって動いた奴が死ぬ。水場系の怖い話は大体知らぬ間に水に入って歴史が落ち。気を確かに持っておこう。霊的なものの場合だったら、ってことでお経でも唱えよう。意外にも簡単に終わるかも。ってことで、俺らの結論は気を確かに持ったまま一歩も動かず知ってる限りのお経を唱えるだった。一つ問題は、お経のうの字も知らないってとこだ。何枚だとか適当に言っていたが、当然状況に変化はない。そのまま1時間は経ったかと思う。徐々にではあるが月が昇り明るくなってきたのだ。景色は夕暮れ時に見たものと変わらない。足場の悪い磯に、波が静かに打ちつけている。相変わらず波を問わせず、異様な雰囲気。不安定な体勢で疲労も限界に達してきた。その場にしゃがみ込みたい。座りたい。だが何か行動を起こした時、何かが起こるんじゃないかと不安で仕方がなかった。うろ覚えのお経もずっと言い続けているが、この状況を打開するには至らない。そんな時だった。D がバランスを崩し尻餅をついた。が、特に何も起こらず。続けて K と俺も一歩動いてみたが何も起こらない。雲の切れ間から差すわずかな月明かりを頼りに、D の元に歩み寄った。三人近寄ったことで心強さは倍増した。月明かりがあるうちに陸に戻るか。このまま朝を待つか。時間は確認できないがおそらく19時か20時頃だろう。そして満潮が22時だったはず。満潮で帰り道が渡れなくなるということも考えられる。今動くか、朝まで耐えるか。究極の二択だった。結果俺らは、陸まで戻ることにした。朝までこの状況に耐える忍耐力、体力。そして恐怖に打ち勝つ精神力もない。さらには朝まで待ってどうにかなる状況かもわからない。俺らはわずかな月明かりを頼りに来た道をゆっくり引き返した。岩を登り、下り、飛び越え、危ないシーンもあったが、ようやく山道のふもとまで来たのだ。未だ波の音も聞こえず、上を走っているはずの車の音もない。密室に閉じ込められたかのような沈黙。俺らの息遣いだけが聞こえていた。そしていざ山道を登ろうとした時だった。山道はかなり狭く、人一人分の幅しかないため、一列になって進む必要があるくらいだ。戻るか待つかの話し合いの時点で先頭が K、後ろが T、真ん中が俺で進むことになっていた。そして急に K が立ち止まった。声をかけても返答がない。俺は焦りつつもまた驚かせようとしているのだと思っていた。ふとなんとなく周囲を見渡しながら K のアクションを待っていた。何かいるのでは、そういう恐怖もあって。俺の嫌な予感は的中した。来た時は気づかなかったが、山道のふもと、そして磯への入り口のちょうど間にそれはあった。高さは1メートル30センチくらいの、石で積まれた麦わら帽子をかぶったカカシのようなものだった。暗くてあまり見えはしなかったが、何やら異様な雰囲気に K にもう一度声をかけた。それでも反応がない。俺は K の横から前方を見た。ここで少しちびってしまったのは誰にも言っていない。まるでそのカカシのモデルになったような、小柄の女性がそこに立っていたのだ。麦わら帽子をかぶって、服は着ていない。長い髪に顔全体は覆われ、体中は藤壺や貝がまとわりつき切り傷まみれだった。俺も、K も動くことはできなかった。数メートル前方で異様な姿をした幽霊が立っているのだ。心霊体験のない俺らに対抗し得る術はない。D だけは状況をつかめずボソボソと。どうした？なんかあんの？とつぶやいていた。すると突然、パー。
っとクラクションの音が聞こえてきた。女は、ギャオッホーみたいな声を出し、苦しみ出した。気づけば波の音も聞こえる。今思い出すとここだけは笑い話なのだが、ここで俺らは必死にクラクションの音を真似して叫んでいた。パーとか言って、10秒ほどで女は溶けるように崩れ落ちた。溶けるように、というか溶けて消えた。変な体液とか不実母、腐ったフグのようなものがボトボトと音を立てて落ちた。女は消えていた。ようやくついたヘッドライトで照らすと、髪の毛や腐った魚、不実母が落ちていた。地面が濡れているのは水だと言い聞かせたが、あれは血だったと思う。結局 T は最後まで状況がわからずにいたようだ。呆然と立ち尽くしていると、大丈夫か?とおっさんの声が聞こえた。ああ、助けが来たと心底嬉しかった。おっさん曰く、ここは昔からこういった霊的現象が絶えないらしい。釣り場としては最高なため、県外から来る釣り人もたくさんいるそうだが、満月の夜には決して来てはいけないらしい。地元の人の間では言わずと知れた暗黙のルールらしい。昔小さな漁村だった時代、不運な人生を送りここで満月の夜に命を絶った女性がいて、その女性が未だに現れると言われているそうだ。彼女は旦那さんに大きな声で怒鳴られ、暴力を振るわれたことに恨みを感じていたとの説があり、大きな声や音を出すことで助かる、と祖父母に教えられていたとのこと。満月の夜に車が止まっているから、不安になり助けてくれたようだ。満月に近くなると、地域の人が立ち入り禁止の看板を置いていたらしいのだが、たまたま前日の強風で飛ばされたようで俺らは侵入してしまった。ここで釣れた魚は捨てていけと言われ、俺らは泣く泣く捨てた。そして、もう夜に釣りはしない方がいい、と言われた。そのままその秋は釣りをせず、冬になりスノボにのめり込んで釣りに行く機会はなかった。が、春になりどうしても釣りがしたくなり、夕方にまた3人で釣りに行ったんだ。地元の海へ。久しぶりの釣りにテンション爆上げで気づけば日が落ち、完全に暗くなる前に帰ることに。しかしエンジンがかからない。古い車だし走行距離は20万キロを超えているし、エンジンがかからないのはたまにあった。このタイミングかよ。となんとかエンジンをかけようとするが、なかなかかからない。やっとの思いでエンジンがかかった頃にはもう夜だった。なんとなく嫌な気配がして、クラクションを鳴らした。少し開けた窓の外から、ボトボト、と嫌な音がした。以来、俺たちは海釣りをしなくなった。神隠し?話は9年前。小学生時代、当時好きだった子が行方不明になってしまった。俺の母校は俺の卒業時に創立90年を迎えた歴史ある小学校。過疎化で2年前に閉校してしまったが、歴史あるがゆえか、怪談話も後を絶えず、彼女もその被害者の一人。小学6年生。伝統で、本来であれば山奥の合宿所に泊まり、沢登りや野外炊飯を楽しむのだが、東日本大震災の影響で合宿の話は流れてしまった。ショックを受けた我々児童を見かねてか、学校と PTA が協力をし一つのイベントを考案した。それは、学校に泊まる、というもの。普段は児童で溢れかえる学校を、6年生が貸し切り、校内の鬼ごっこやかくれんぼが許された。土曜日の朝9時に集合し、校庭で父兄も交えて野球大会。昼に弁当を食べ、13時から校内鬼ごっこ。ルールは鬼は5人から始まり、捕まったらだんだん鬼が増えていく、というもの。放送で、〇〇ちゃん確保、現在鬼は〇人です。と先生が放送し、理科室などの危ない教室以外校内であれば、どこに逃げても隠れても OK。非日常感と校内を走り回る背徳感でめちゃくちゃ楽しかった。一回戦は鬼をやった。俺は足が速い方だったんで、10人ぐらい捕まえたかな。迎えた2回戦、また鬼をやった。コツを掴んだのか15人ぐらい捕まえて MVP。最終戦の3回戦。さすがに飽きたので逃げる側に回ることに。鬼をやった経験から、逃げられるより隠れられる方が厄介だったから、俺は隠れることにした。
当時好きだった女子と二人で、音楽室に隠れることにした。選んだのは準備室の狭い棚の中。小学6年生ながらに狭すぎる密室に二人きり。かなりドキドキした思い出がある。放送でだんだんと捕まっていく様子が聞こえる。時々鬼が音楽室に入ってくるが、誰もいないよ、と言って去っていく。結局制限時間の10分間、ほぼずっとそのこと密着したままだった。制限時間です、〇〇くんかっこ俺、とバツバツちゃんかっこ好きな子、が残りました。ではホールに集合してください。と先生が放送で伝える。じゃあ出ようか、と言って棚を開ける。手を貸そうと棚の方に少し照れながら手を差し伸べた。恥ずかしくて目をそらしていたんだが、一向に手をつかまれない。うわ、引いちゃったかなと棚の中を見ると、彼女がいない。あれ？目、そらしてる隙にどっかに行ったのかな？でも、扉を開けた音も聞こえなかったし、棚の中をくまなく探すがいない。おかしいな、と思いつつ集合場所に向かうが、彼女は戻っていなかった。そこから、府警が総出で捜索を開始した。子供たちは一室に集められた。トトロだったかもののけ姫だったか、映画を見せられたような覚えがある。俺は最初にさっきまで一緒にいたことを伝えていたから、事情を聞くために一人呼ばれた。担任、教頭、PTA 会長である彼女の父と俺の両親がいて、いろいろと事情を聞かれた。俺は何も後ろめたいこともないから、音楽室の棚に一緒に隠れてた、と伝えた。6人で音楽室に行き、棚を確認するが誰もいない。ただ一つ、彼女のハンカチが落ちていた。棚の扉は一つしかないし、出られそうな穴もなければ隙間もない。でも放送が鳴るまで一緒にいた。棚から出て、手を差し伸べた頃にはいなくなっていた。棚の中で暗いとはいえども、隣にいたことはわかっていたし、鬼が来ない間はずっと喋っていた。それを伝えても、教頭や両親からは嘘言ってるんじゃないか、と少し怒られた。本当のことしか言ってないよ、と伝えると、彼女の父が青ざめた顔をしていた。どうかしましたかと担任が聞くと、ちょっと話しましょう、と空き教室に向かった。前にもあったんです。こういう事件、というと、ぽつり、ぽつりと語り出した。昔、彼女の父はこの学校に通っていたらしい。いたずら好きのある男子と、音楽の先生を驚かすために準備室の棚に隠れたらしい。ただ驚かすだけじゃ面白くない。ってことで、最初に彼女の父が飛び出す、その後その男子が飛び出し驚かすという二段構え。彼女の父が先に先生を驚かした。当時可愛いと男子から評判だった先生の驚く顔を見て、大層爆笑したらしい。さあ次、と棚に視線を向けるが、一向に出てこない。待てど暮らせど、出てこない。結局先生が準備室から出てしまった。不審に思った彼女の父が棚を開けると、彼が着ていたタンクトップ一つ残して消えていたらしい。彼は未だに、見つかっていない。俺たちは、その話を聞いて背筋が凍った。つまり、彼女はもうどこかへ消えたのか？俺は不安になって、泣き出してしまった。結局、彼女は今も行方不明。学校に責任があることを恐れた校長は、学校お泊まりイベントをなかったことにして、その日は返された。もし彼女が先に棚から出ていたら、俺が消えていたのだろうか。もしあそこに隠れていなければ、彼女は今も元気に暮らしていただろうか。彼女の父は、事件後すぐに自殺してしまった。最愛の娘のハンカチを握りしめたまま、練炭で死んでいたらしい。そして閉校した今、小学校に行ってみることにした。すでに不良の溜まり場のようになっていて、スプレーで〇〇惨状、とか書いてある。ガラスも割られていたため、容易に入ることができた。音楽室へ行くと、音楽家の絵画や楽器などはなかったが、棚はまだ残っていた。扉を開けると、当時の思い出がフラッシュバックする。相変わらず、空っぽのままだった。